午前10時、いよいよエスタが45年の歴史に幕を下ろす最後の営業が始まりました。楽しいですね。なんか他にここで結構遊んでたから、ここなくなったらどうなるんだろうなと思って。ずっと学生の時バイトしてたんで、もうお店変わっちゃってるんですけど、前働いてたところとかちょっと見に行こうかなと思ってました。エスタへのメッセージは地下1階のメッセージボードだけでなく、23日からは11階のプラニスホールの壁にも書き記され、わずか1週間でエスタへの思い出で埋め尽くされました。道民に愛されてきたエスタ、誕生は45年前に遡ります。1978年に札幌駅前の複合商業施設として開業、キーテナントに札幌そごうが入り、オープン初日にはおよそ4万人が訪れる華々しい門出となりました。主人とか父とかがここでそごう時代に出店していて、私の大事な時期もここで、すごい一緒に途中でからずっとの45年も重なっちゃうかな、私の人生とも、はい。札幌そごう時代、漬物店山町を営んでいた永山和子さん65歳、現在はプロントとザドンを経営し、親子3代45年にわたりエスタに関わってきました。最初から最後までお世話になり本当に感謝してますということで、2人とも天国に行ったんで、私は帰りに今日は感謝を述べに来ました。エスタさんありがとうございますということで、はい。平成に対し多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、札幌そごうはバブル崩壊により経営が悪化、2000年の大晦日に惜しまれながら閉店しました。キーテナントを失ったエスタでしたが、7ヶ月後には新たなテナントとしてビッグカメラがオープン、2003年には JR タワーも開業、札幌駅前はにぎわいが増し、身近な存在として親しまれてきました。しかし北海道新幹線延伸に伴う札幌駅周辺の再開発により、今日をもって45年の歴史に別れを告げます。さまざまな人が自分なりのエスタ納めをしていました。オープンから1ヶ月を迎えたラーメン共和国に来ています。まもなく開店を迎えますが、ご覧のように大勢のお客さんで既に行列ができています。道内各地のラーメンを札幌から全国に発信することをコンセプトに、2004年にオープンした札幌ラーメン共和国、開業わずか1ヶ月で年間目標の4分の1の集客を達成するなど大成功を収めました。皆さん、エスタ閉館まで残りわずかです。やり残したことはありませんか？お食事やお買い物、エスタ最終日を心置きなく楽しんでください。以上、森本ひちょりでした。最終日のアナウンスは、かつてラーメン共和国のアンバサダーを務めたファイターズの森本ひちょりコーチが特別に担当していました。2人ともめっちゃラーメン好きで、最終日なんで最後の思い出作ってきました。ラーキョがあるから友情も育まれて、いや本当にラーメンで育まれて友情と言っても過言ではない。仲良し2人組、食べ納めは最後の一滴まで楽しんでください。最終日は長蛇の列が途切れることはありませんでした。プリクラ機にハマってたので、もうあそこ行こうって言ってよく来てました。平成の初期に大ブームとなったプリントシール機、エスタ9階のナムコは北海道最大級の設置数を誇っていました。最後のプリを取りに来ました。めっちゃ悲しいです。もう行く場所ないです。こちらの、ね、青春です。最終日はプリ納めをする若者でにぎわっていました。中にはこれでもう決まったんじゃない、
ここで終わり。終わりじゃない？終わりだね。わかんないね。ね、久しぶりすぎて。いや、もう本当に。いや、どうしたらいいと思います。僕らも世代一緒です。およそ20年ぶりに友人とプリントシール機を楽しむ3人組です。明日最終日なんで、私たちの青春を、ね、あの頃に戻りたいねってね。全然何もできませんでした。いつの時代も若者の青春スポットだったプリントシール機。ナムコは来月15日にお隣の東急百貨店に引っ越します。しかし同じフロアにある遊びパークは今日で営業を終えます。子供たちが遊び納めに来ていました。悲しい。悲しい、うん、ここがこうなくなったら次どこで遊ぼうかなとかって、なんかどう？アリオにも同じ遊びパークがあるからそこで遊びたいと思う。現実的だね。しっかり者だ。そしてお客さんだけではなく今日で仕事納めになる人も。もうこれで私も卒業生ですもんね。あ、やめられるんですか？はい、もう77歳ですから。もう十分働かせていただきましたんで、うん、エスタ大食品街のとんかつ玉富士で30年以上働く三浦恵美子さん77歳です。エスタの営業終了をもって引退することを決意していました。最終日の今日は開店からお客さんが途切れることなく訪れていました。お客様もすごくね、声かけていただいて、私ご苦労さんですけど、すごくありがたく思います。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。お世話になります。いいえ、帰ってこてました。ありがとうございます。今日絶対買わなくちゃと思ったんです。いや、残念ですけど、なんか、まあ、いろいろ事情があって仕方ないのかなと。また同じような雰囲気で再会できないもんですかね。エスタ店で2010年に生まれ、全国の物産展で人気となるほど大ヒットしたカツカレー棒です。ご飯とカレーを豚のヒレ肉で包み棒状に揚げたもので、1日2000本以上を販売していたといいます。最終日には懐かしむ人が多く買い求め、一時完売するほどでした。最後まできちっと頑張っていきたいと思います、うん、ありがとうございます。エスタが45年の歴史に幕を下ろすまで残りわずか。それぞれが自分なりのエスタ納めをしています。